開けてみて。え、こっちも2個もらっていい？こっちも2個もらってもよ。えぇ、ー、嬉しい。入ってるかな、見てみて。これ3あるよ。あるある、ここなんか、え、暗いあるよ。よいしょ。あ、冷凍食品、冷凍食品も入ってるから、はい、カップ麺が欲しい。カップ麺、うん、どっちに、え、ピタツボでって書いてあるよ、うん、大変役に立ってます。助かってます、助かってます、本当に。うん、で今この水害に遭ってるから、なおさらのこと、場に行かなくてもここすぐ近いし、うん、もうちょっと歩いて今回10分で来れるし、うん、本当に、うん、いろいろ本当に本当に助かってます、うん、このフーバー、フードハーバーは今年の地震で5月から、大谷の方に移住して物資支援をしています。で実際に、住民さんには、カードキーをお渡しさせていただいて、住民さんたちが自分たちで来たい時に24時間取りに来れるような形で物資配布をしています。でカードキーを取って入ってると自分たちで開けて、中の冷蔵品だったり冷凍のものだったり、あとは生活雑貨、トイレットペーパーだったり、水が、出なくてトイレが使えない方は、簡易トイレの方も置かせてもらって、まあ、住民さんたちが生活の中で必要なものを自由に取りに来れるっていう形で、置かせてもらってます。明るいこの黄色い車があると、あ、また頑張ろうかなと。本当に良かったです、うん、まあ、黄色はやっぱり目立つっていうのと、住民さんたちがあの車が来れば何かシールがもらえるぞっていうので、やっぱり集まってきてもらう。でハーバーっていうのはやっぱり港っていう意味で、皆さんが集まってきて元気になれる場所になったらいいなっていうので、この名前とこのカラーにしたっていう意味もあるので、今のねコメントはすごい嬉しいなって思いました。